第5レース一条戦1着になりました山口選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。今日は周りのメンバーもすごい中、4分戦になりましたけども、組み立てなどはどういうふうに考えられたでしょうか。前々に犬虫君の動き次第では先に踏んでっていうのも考えてたんで、うまくいったかなと思います。残り2周のあたりはやっぱり犬虫選手を警戒しての動きにはなったと思いますけども、それを切って犬虫選手の番手にはまったという形になりましたけども、あのあたりはどうだったでしょうか。赤番で焦ってなんですかね、自分が切るよりは引きつけてっていうふうに思ってたんで、引いて多分体勢整えるところが見えたんで、そこで自分が仕掛けられればいい位置入れるかなと思ったんで、ショートさん信頼していけたかなと思います。結果的に犬虫選手の番手にはまった形になりますけども、その番手についている最中道中っていうのはどうでしょうか。犬虫選手は、いや僕もだいぶ余裕なかったんで、早めに来られたらちょっと対応できない感じだったんですけど、最後まで足ためれたんで、なんとか抜けた感じでしたね。新田選手のまくりを封じて先に行きまして押し切りましたけども、ご自身一走してみて状態はどうでしょうか。自転車も割といい風に進んでくれたと思うんで、ちょこの5走連続になるんで、その辺だけケアをしっかり多めにやれば大丈夫かなと思います。三谷選手とも何度も何度も連携して、この G1 の舞台でもそうですけども、どうですかね。すごい葉っぱをかけられるって言ったらあれですけど。そうですね、なんですか、良くも悪くもはっきり言ってくれる人なんで、失敗した時とかもアドバイスくれるんで、なんかやっと前でいいレースできたかなって感じですね。最後の直線のところ、ゴール戦とかはどうでしたか。ゴール戦もなんですかね、苦しいは苦しかったんですけど、翔太さんのコース開ける余裕もあったんで、ワンツー決まったのはすごい嬉しいです。今年最後の G1 ということで、S班として走った1年が締めくくりになりますけども、振り返っていただいてどうですかね。見ての通りの成績なんで、もちろん満足はできてないんですけど、今回がラストチャンスですけど、あんまりそこの気負いもなく自然体で走れてはいるかなと思いますね。わかりました。次走に向けては何か修正点や改善はありますでしょうか。特にいじるところもないんで、本当にケアの部分だけいつもより入念にって感じです。わかりました。では残り向けて意気込みを最後にお願いします。そうですね、明日以降もしっかり自分の気持ちを強く持っていいレースできたらと思います。応援お願いします。